大田南保肖像、金星名家肖像より、大田南保像、長文才秀行筆、文化11年東京国立博物館像、大田南保文政6年4月6日は、天明期を代表する文人、教科師であり、ご家人。勘定所勤務として、支配勘定にまで上り詰めた、幕府官僚であった一方で、文筆方面でも高い名声を持った、膨大な量の随筆を残す傍ら、 教科、シャレボン、監視文、教師、などをよくした。特に教科で知られ、からごろも吉州、明良観光と共に、教科三大化と言われる。南方を中心にした、教科詩グループは、山手連と称された。名は団字は、ここを、南方は合である。通称、直次郎を、後に七ヶ右衛門と改める。別号、植産人、玉川良沖な、石。 くすのきひとし、あん花園、の円さら主人、は人ん風林山人、四方山人など。山手馬鹿人も、南方の別名とする説がある。京名、四方赤領。また教師にはねぼけ先生と称した。法名は、あん花園新一日地寛延二年、江戸の牛込中を勝ち待ちで、ごとの大玉里も、森よの着難として生まれた。 下級武士の貧しい家だったが、幼少より、学問や文筆に秀でたため、15歳で、江戸六河川の一人でもあった、内山家庭に入門し、札差しから借金をしつつ、国学や漢学のほか、漢詩、教師などを学んだ。教科三大科の一人、明良漢校とはここで同門になっている。17歳に父に習い、ごと見習いとして、幕臣となるが学問を続け、 18歳の頃には、お牛宙会派の漢学者松崎官会に指示した。また、作業用語辞典、名詞適材五感を刊行した。19歳の頃、それまでに書き溜めた教科が、同門のヘズツ盗作に見出され、名は四年教師集、寝ぼけ先生文集として刊行。これが評判となった。この後数点の奇病史を発表するも当たり策はなかったというが、 内山が停止塾の空頃も奇州の加会に参加した、明和6年頃より自身を、司法分かる男をし、自身もそれまでは捨て歌であった教科を、主とした教科会を開催し、司法連と少し活動し始めた。それまでは主に髪型が中心であった教科が、江戸で大流行となる、天明教科のきっかけを作り、自身も名声を得ることになった。当時は、田沼時代と言われ、 潤沢な資金を背景に、商人文化が花開いていた時代であり、南畝は自流に乗ったとも言えるが、南畝の作品は、自らが学んだ国学や、漢学の知識を背景にした作風であり、これが、当時の知識人たちに受け、また交流を深めるきっかけにもなっていった。安永5年には、落合村周辺で、漢月会を催し、さらに安永8年、高田のばばの茶屋、 死がの屋で70名余りを集め、5夜連続の大規模な歓月会も催している。翌、安永9年には、この年に、奇拍子などの出版業を本格化した、蔦谷重三郎を版元として、空ごと800万八伝を、出版、山、東京伝などは、この頃に南保が出会って見出された才能とも言われている。天明三年、明ら観光と共に、 はじめ強化を編むこの頃から、田沼政権下の勘定組頭、土山総次郎に、経済的な援助を得るようになり、吉原にも通い出すようになった。天明六年頃には、吉原の松葉屋の遊女、三保ヶ崎を見受けしめかけとし自宅の離れに住まわせるなど、していた。松平定信により、田沼政治の重症主義の否定と、緊縮財政。 空気取締りによる幕府財政の安定化を目指し、天明7年、完成の改革が始まると、田沼よりの幕臣たちは、賄賂政治の下手人として、ことごとく粛清されていき、南北の経済的支柱であった土山総二郎も、横領の罪で斬首されてしまう。さらに、諸子王団の金が発せられて風紀に関する取締りが、厳しくなり、藩元の主家三郎や、 同僚の教伝も処罰を受けた。幸い南保には咎めがなかったものの、周囲が断罪されていく中で、風評も耐えなかった。政治批判の強化、世の中に過ほどうるさき者はなし文部と言いて、夜も寝られずの作者と目されたことや、パヌマをきつぐの腹心だった土山総二郎と親しかったことで目をつけられたという話は有名になっている。これを機に南保は、 教科の筆を置いてしまい、幕臣としての職務に励みながら、随筆などを執筆するようになった。天明七年には、横井弥生の配文集、順位を、編纂、出版する一方を、しかし翌年には、重三郎のもとで、北川歌丸、絵本抽選として、教科集を出している。完成四年、四十六歳の南畝は、学問銀味と和かずみが創設されたのを機に、これを受験し、 当時故障組番子だった東山影国と共に高下九代主席合格となる。世間では、教科の有名人であった南畝は出世できないと揶揄していたが、九代の2年後の完成8年には支配官定に任用された。共和元年大阪銅座に赴任。この頃から中国で銅山を食山と言ったのにちなみ、食山人の号で再び教科を細々と再開する。 大阪滞在中、物産学者、木村健阿堂や、国学者、上田明成らと交流していた。文化4年8月、隅田川に架か,かる栄大橋が崩落するという事故を、偶然に目の当たりし、自ら取材して証言集、夢の憂い橋を出版。文化9年、息子の定吉が、支配感情見習いとして、召し出されるも、新規をわずらって失職。 自身の隠居を諦め働き続けた。文政六年、途上の道での転倒が元で死去。七十五歳。辞世の歌は、今までは、人のことだと思う歌に、俺が死ぬとはこいつはたまらんと伝わる。墓は、小石川の本苑寺にある。上野公園の、植山人の日、大田南保から言葉区く、大田南保、金曽木吉川博文館。九百二十七年、五ページの、 大田南穂の判例より、同情。大田南穂、金曽木吉川博文館、1927年、728ページ。謎解き。江戸のすすめ1142014年6月9日、放送。BSTBS、2018年10月31日、閲覧。植産人、大田南穂ワークライフバランスの達人。ウェブ歴史街道。 2018年10月31日閲覧。ABC 隅田ゆかりの人々1985 P4 大田南保金曽義吉川博文館1927年5ページの大田南保の判例より、名指的在後館国立国会図書館サーチこれは、師匠であった松崎館会の監視集、未開先生集をもじっている。さらに作者名を 陳勇監視格、編集者を安本単尾屋玉などとする徹底した漢字遊びが随所に見られる。これが監視を学ぶ武士には大いに評判となった。平賀源内は戯れ家の同志と関東序文を寄せている。よもすがらからの文字里。後に南歩の巧妙さが高き名の響きは四方に湧き出て、あからあからと子供まで知るという教科で読まれている。 当代の文化人たちも自ら共鳴を定めて、楽しんだ。藤原春勢の、勇されは延べの秋風味に染みてうずらなくなり、深草の里の歌を弾いた、一つ取り二つ取り手は焼いてくう,うずらなくなる深草の、里なども知られる。餅月町。ガツをめずる夜の積もり手や茶屋のカカもついに高田のばばと、なる乱の強化が残る。おやまんとすれども雨の足しげくまたも踏み込む恋の、 ぬかるみなど。喧嘩は、文部というて、身を責めるなりとする説もある。旧、大田南歩道時代の平戸藩主松浦清山の随筆、追筆講師やわには、どうかの下の句を、文部というて夜も寝られずとした上で、大田直次郎というお価値の落詞と記している。各構造、日本史人物、その後の話しげか講談社、講談社アルファ文庫、1九9五年二月。 ISBN4 から06から256,082から8。毛虫を台として、毛を拭いて、傷や元面差しつけて君が当たりには引っかかりな場などが、知られる。ある人の話、南ポ老人は、教科にて、一徳一損あり。いかなる田舎までも赤漁という名を知らざる人なきは、教科の徳なり。 薬儀につきて均衡ありしゆえ、お旗元に召し出さるべき御沙汰ありしかども、教科師の司法の赤漁と言われたるものを召し出されんこと、同席の地熟なりという論がありてそのことや見たり、これ一尊なり、あじろひ伊勢の家図となど。この時に、永代と言われし、橋が落ちにけり今日の最礼明の総霊と呼んだ。この時の心境を、海のこの家継ぎ国に恵みある数えの数に入りぞ。 嬉しい式と読んでいる。行き過ぎて75年食しつぶしかぎり知られぬ天地の恩とも伝わる。墨田ゆかりの人々 1985P5 大田南保半日間は吉川博文館1927年3ページの半日間はの判例より。本業は幕府の実直な役人大阪の銅座や長崎奉行所にも転勤した。長崎には 外国船が近海に現れ始めた頃で、ロシアの特使レーザノフと会見している。オランダ船でコーヒーを飲み、日本初の体験記を残した。ただ、感想は、焦げ臭くして味フルに、たたえずとそっけなかった。ありがとうございます。